こんにちは、 JST ハワイ担当の杉浦です。本日は初めてのハワイの過ごし方ということで、初めてハワイに行く方におすすめの過ごし方を紹介していきたいと思います。私はハワイ専門のスタッフとしてハワイをメインにご案内しているんですけど、入社して1年で3回ハワイに行ったこともあるので、いろんなハワイの楽しみ方をしてきたんですが、その中でも初めての方におすすめの過ごし方ということで、オプショナルツアーだったりとかアクティビティ、食事などを含めて時間の使い方などを紹介していくので、ぜひ最後までお楽しみください。トラベラーチャンネル。それでは早速紹介していきたいと思うんですが、ハワイといっても今回は皆さんがよく行かれるオアフ島のワイキキに宿泊するものとして紹介していきたいと思うんですが、ハワイの旅行は基本的に4泊6日で行かれる方が多くて、お休みの関係もあると思うんですけど、まずは簡単に4泊6日のスケジュールを紹介したいと思います。こんな感じですね。4泊6日だと日本を出発する直行便がどこの地域からでも基本的には夜出発することになります。なので1日目の夕方に空港に集合して、そこから夜出発して、到着するのが日付変更線をまたいでいるので、時差の関係でだいたい直行便で6時間程度なんですけど、1日目の夜に出発して、また1日目の朝午前中に戻っているっていう感じですね。午前中にホノルル空港に到着します。先に帰りのことを案内すると、4泊6日だと4泊した5日目の朝午前中にもうワイキキを出て、日本への直行便の出発はお昼頃が多いので、お昼頃の便に乗るとだいたい5日目に出発するんですけど、また時差の関係で6日目の夕方に到着するっていう、こういったスケジュールが多いです。でまた戻るんですけど、1日目は午前中に空港に到着して、入国の手続きだったりとかで、ワイキキまで車で30分程度ですね。で移動の時間があったりだとか、ホテルの手続きなどをすると、まあ大体動けるようになるのがお昼過ぎですね。お昼ご飯は食べてないと思うので、まずはお昼ご飯からスタートになります。で到着して、この日は飛行機が遅れることとかもあるので、あまり予定は詰めすぎない方がいいんですけど、この日を含めて4泊6日の場合は1日目の昼以降、2、3、4日目丸3日遊べて、で5日目には出発するっていうことなので、4泊6日の場合だと3日プラス半日ぐらいが遊べる期間っていう風に思ってもらえるといいと思います。ということで4泊6日の場合の 3.5 日ぐらいあるので、その時間の過ごし方を紹介していきたいと思います。まず到着した日におすすめなのはショッピングですね。あまりオプショナルツアーとかをこの日に予約してしまうと、飛行機の遅れだったりとかスケジュールの変更だったりとか、あとは体も疲れていると思うので、あまり激しいアクティビティとかは入れずに自由な時間を過ごすっていうのがおすすめなんですけど、その中でもショッピングがおすすめなんですけど、どこに行くかと言いますと、ワイキキ内は毎日通ることができるので、この日に買いたいものをまず目星をつけておくのもいいと思いますし、有名なアラモアナセンターに行ってもいいですし、私のおすすめはカカアコエリアに行くのもおすすめです。カカアコエリアにはウォールアートがたくさんあるので、そういったのも見ながらお買い物を楽しんだりとか、あとはスーパーに行って滞在中の朝ごはんだったりとか軽食を買ったりとか、日本とはまた違ったスーパーの雰囲気だけでも楽しめたりとか、やっぱりエコバッグも結構ハワイのお土産としては人気のものなので、もう初日に買ってしまって滞在中も利用するっていうのもおすすめの一つになります。体力に余裕がある方とか、海に入って泳ぎたいという方には、ワイキキ内のホテルであれば歩いて行ける距離だと思うので、ワイキキビーチで泳いだりとか、ビーチでサンセットを見ながらゆっくりするっていうのもすごくおすすめの過ごし方です。
ワイキキビーチと一括りに言っても結構広いので、実はそれぞれビーチエリアごとに名前がついているんですが、その中でも私のおすすめはハレクラニホテルの前にあるカベヘベヘというところ、ハワイ語でカベヘベヘっていう場所があるんですけど、そこに行くのがおすすめです。ここはもともとワイキキの語源にもなっている水が湧き出る場所ということで、海水じゃなくてハワイの陸地から流れてきてる水が海の中から溢れてきていて、すごく神聖な場所とハワイがされているので、ここで疲れを癒すっていうのもおすすめです。なので1日目はまずお昼ご飯をどこで食べるかを決めておいて、到着してからお昼ご飯を食べてショッピングをしたり海に行ったりして、ハワイはサンセットが綺麗なので夕日を見ながら夜ご飯を食べるという過ごし方がおすすめです。2日目に行きたいと思うんですが、ここ 2,3,4 日目はどこに何を入れてもいいと思うので、3日分の過ごし方を順番は関係なく紹介していきたいなと思います。中日のおすすめの過ごし方の一つ目は島一周プランです。もうこれは絶対初めての方だったら行ってもらいたいなって思うんですけど、ワイキキだけだともう観光用に整備がされていて、いろんなショッピングが楽しめたりとかビーチが楽しめてっていうのがあるんですけど、ハワイ回ってみると、もちろんワイキキだけじゃなくていろんなエリアがあって、それぞれ雰囲気が違ったりとか、昔ながらのハワイが味わえたりするっていう場所もあるので、ぜひ島一周をしてもらうと楽しめるんですけど、そういったオプショナルツアーがあるので、ぜひ初めての方はそういったものに申し込めてもらえると楽しめるかなと思うんですけど、島一周の内容としてはまず北の方にあるノースショアのハレイワという街ですね。こちらでもショッピングが楽しめて、ここは結構カラフルな木造の建物が多く並んでいて、ワイキキとはまた違った雰囲気を味わえたりとか、こっちのビーチは波が高いので、すごくサーフィンを本格的にやってる方がいるので、そういったサーファーの街でもありますし、あとは食べ物でいうとガーリックシュリンプはワイキキよりもノースショアの方がすごく有名なので、こちらで美味しいお店を見つけて行ってみるといいかなと思います。他にもよく島一周プランで含まれているスポットとしては、この木なんの木で有名なモアナルアガーデンだったりとか、ハワイの有名なパイナップルドールのドールプランテーションというスポットだったりとか、あとはカイルアタウンだったりとかラニカイビーチがあるようなところもまた違った雰囲気が楽しめるので、こちらもおすすめです。カイルアタウンだったりラニカイビーチのエリアはここだけで1日楽しめるぐらいの魅力がある街で、こちらもレンタサイクルが結構有名で、自転車をレンタルして街を散策してみたりとか、ここで有名なのはやっぱりカイルアビーチラニカイビーチで、ワイキキとはまた違ったすごく綺麗なビーチなんですけど、ワイキキは実は人工のビーチで天然の砂浜ではないんですけど、このラニカイビーチやカイルアビーチは天然の砂浜で、すごくビーチが白くて海がすごく綺麗に見えるので、ハワイに行く際には1回は行ってもらいたいんですけど、本当にすごく海も綺麗なんですけど、街もすごく良くて、可愛い雑貨屋さんだったりとかいろいろあるので探検してみるのもいいですし、ここでパンケーキが有名なお店もたくさんあるので、おやつの時間だったりとか朝行ってもいいですし、ここでパンケーキを1回は食べてもらいたいです。次におすすめの過ごし方はクアロアランチです。クアロアランチはハワイの東側にあって、ワイキキから車でだいたい1時間とかで行ける場所なんですけど、ここもワイキキからのオプショナルツアーがたくさんあるので、そちらを予約してもらえると送迎付きで行くことができるので、ぜひ行ってもらいたいスポットなんですけど、ここではすごいハワイの壮大な自然を感じながら、映画のロケ地にもなっているので、ロケ地ツアーに参加したりだとか、乗馬やジップラインっていうたくさんのアクティビティがあるので、いろんな方に満足してもらえる場所なんですけど、すごくハワイの自然を感じることができるので、おすすめのスポットになります。ジュラシックパークだったりとか、センターオブジアース、あとジュマンジとか
かっていう映画の舞台になっていて、すごいハワイらしい山脈を見ることができたりとか、プライベートビーチを保有しているので限られた人しか行けないシークレットビーチに遊びに行くプランもありますし、あとはボートで沖に出てハワイではすごく神聖な生き物とされているカメを見に行くツアーだったりとか、本当にいろんな楽しみ方ができますし、ハワイの人からも神聖な場所と慕われている場所でもあるので、そういう自然も感じながらハワイの文化を感じながらハワイの歴史も感じることができるっていう、すごくおすすめの場所なので、ここも初めての方にはぜひ行ってもらいたいですね。次におすすめの過ごし方としてはマリンアクティビティですね。やっぱりハワイといえば海ということで、シュノーケルをしたりだとか、ハワイ発祥のサーフィンを体験したみたいだとか、サップなどもありますし、濡れずに楽しみたいという方はイルカを見学する、船から見学するツアーだったりとか、クルーズのツアーもあるので、そういった形で海を楽しんでもらえるといいんじゃないかなと思います。シュノーケルでおすすめのスポットとしては花馬湾ですね。ここはすごく魚が多くて海もすごく守られていて綺麗なので、ハワイのシュノーケルといえば花馬湾なんですけど、これもすごく人気なので予約をしないといけないっていうことが多いので、事前に確認して予約をして行ってもらえるといいかなと思います。以上、メインの過ごし方としてはその3つ、島一周、ノースショアだったりとかカイルアタウンに遊びに行く、2つ目がクアロアランチ、3つ目がマリンアクティビティなどっていうのをご紹介しましたが、その他にも地域ごとで海のタイプも全然違いますし、あと他にもダイヤモンドヘッドに登ってみたりとか、ハイキングのマノアの滝っていう滝を見に行くツアーだったりとか、そういったのもたくさんあるので4泊6日では回りきれないと思うんですが、ぜひ参考にしてみてください。次におすすめの食事について紹介していきたいと思うんですが、食事といっても本当にハワイはたくさん美味しいレストランがたくさんあるので選びきれないと思うんですが、まずハワイで食べたいものとしては一番有名なパンケーキ、あとはアサイーボール、これ私の一番大好きなハワイの食べ物なんですけど、アサイーボールだったりとか、あと他にもアヒポキ、ポキ丼とかっていう風に言うんですが、マグロの丼だったりとか、あとはロコモコステーキとかですかね、このあたりを押さえてもらえればいいかなと思うんですが、その中でもまず一つ味わってもらいたいのが海沿いのレストランでの食事、特に海沿いにはいいホテルがたくさんあるので、そういった海沿いのホテルのレストランを予約して利用するっていうのがまずおすすめです。これは1回の旅行でぜひ1回はやってもらいたいんですけど、本当に朝波の音を聞きながらの朝食もすごくいいですし、夕方夕日が沈む海を眺めながらの食事もすごくいいので、結構オープンエアなお店が多いのでテラス席みたいな感じですね。でハワイの海風を感じながらの食事をぜひ1回は体験してもらいたいなと思います。ということで今回は初めてのハワイの過ごし方を紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。さまざまなハワイのおすすめスポットなども紹介していくので、ぜひチャンネル登録、高評価お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。